ベルトの返還を行います。まずは一旦チャンピオンからコミッションにベルトが返還されます。こちらがチャレンジャー加藤コーナー、対するは第7代のクラッシュウェルター級本日のメインイベント山際和樹クラッシュウェルター級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者180cm 67.3kg チームトップゼロス加藤コーナー兄レオナ・ペタスと史上初の兄弟同時期王座対冠へチャレンジャー加藤コーナー。赤コーナー 174cm 67.3kg タイマン10クラッシュウェルター級王者山際和樹。ここの勝ち職人からピープルズチャンピオンへ初防衛戦山際和樹。2021年1月23日今年のクラッシュ小足染めメインイベントはクラッシュウェルター級タイトルマッチ3分3ラウンドチャレンジャー加藤コーナー対するチャンピオンは第7代のチャンピオンを初防衛戦山際和樹です。昨年の8月トーナメントを制してベルトを取った山際、そのトーナメントを怪我で欠場した加藤。さあ時は巡って2021年最初の小足合いでその死因を決します。さあ石川さん、はい、ついにこのタイトルマッチ加藤にとってはようやく巡ってきたこの試合ということになりますね。そうですね、ずっとですね、このトーナメントね、決勝したトーナメントどういう心境で見てたか、でもですね、昨日の記者会見で見てる限り別にね、タイトルマッチっていう特別意識はないと、はい、普通の一つの試合、山際選手との試合だと思ってますっていう、うん、そうですか、はい、ナチュラルなんですよね。まさにザ・ナチュラルですね、はい、本当に全然緊張することも全くないっていう、うんうん、まあ、あのインタビューでも勝った後コロナが落ち着いたら女の子と遊びに行きたいとにやりと笑った24歳の加藤コーナーです。さあクラッシュスーパーライト級チャンピオンの佐々木大蔵選手、はい、改めてこのタイトルマッチどのあたり注目してご覧になりますか。そうですね、山際選手のこう盛り上げたいという気持ち、そういうものがこう第1ラウンドから見えてますよね、はい、パーツがやっぱりこう感じますね、うん、その中でもコーナー選手、あの自分のペースで、はい、強い攻撃やっててますね、うん、これ石川さん、まず立ち上がり山際サイドはやはり得意のこう蹴りから作っていこうというところですかね、はい、蹴りから作っていこうと思います、ね、右のストレート、はい、カウンターです、だけどここに対して加藤選手が、ね、前蹴り右のローキック、うまーくそれをうまくね、山際選手のペースにならないように散らしてますよね、はい、山川さん、はい、またこのタイトルマッチとなると雰囲気いかがですか。緊張感がね、またぐっとね違いますよ ね、 ね、このやっぱメインイベントっていうことになると見せなきゃいけないっていう気持ちも出てくるということなんですもんね。山際選手おっしゃってますもんね、うん、そのあたりチャンピオンの大蔵選手いかがですか。そうですね、うん、まあ最後っていうこともあるんですけど、僕は僕を結構貫いてやっているっていうか、まあ、それができてないって言われればそうなんですけど、はい、その人によってやり方がやっぱ変わってくるっていうことですね。うそうですかね、本当に、まあ、そういう意味では石川さん、本当に山際は、はい、勝ちにこだわってこれまで戦ってきた、自分の中の話でもこう蹴って逃げてポイントアウトするような試合はもうしないって話しましたよね。そうですね、あのメインメンターとしてチャンピオンとしてどういうチャンピオンになりたいかっていうのがやっぱそれがね、あの意識になりますからね、はい、あとは右のミドルです。まあ、山際はそういう意味で言うとね、はい、山際選手は、うん、やっぱり今の自分に足りないことはお客さんを満足させることなんだっていうことでのそういう発言意識なんでしょうね。そうですね、はい、まあ、まさに立場が人を育てるなんていう言葉がありますが、まさにその通りですね、まあ、そこに食って飲み込んで上に行ってやろうというのが加藤コーナーです。あー、このあたりお互い鋭い視線、気持ちが入っています。右のローキック、この加藤の石川さん右のローもいいですね。あ、効いてるか、はい、嫌がってる山際、右のストレートカードの間、蹴りの山際選手に対して蹴りで圧倒するっていうのもプレッシャーになりますからね、そうですね、はい、さあ第1ラウンド残り時間が少なくなってまいりました。ここでゴング、大蔵選手から伺いましょう、はい、第1ラウンドの印象。
そうですね、うまく今流行っているカーフキックっていうのをね、河野選手使ってますね。改めて石川さん、はい、そのカーフキックというのは、まあ、いわゆるカーフ、ふくらはぎを、ね、蹴っていく技、まあ、ざっくり言えばそうなんですが、そうですね、はい、それによってですね、筋断裂だったりとかね、うん、筋肉ですよね、はい、を、痛めつける技ですよね、うん、はい、大蔵選手、そのあたりしっかり、まあ、加藤コーナーが使えていると。そうですね、はい、まあ、それ、うん、カーフキックのこう、まあね、それを山際選手がどう、 こう今ダメージを受けているかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、もちろん、ね、負傷してしまったりとかですね、あとは今まで感じたことない場所への痛みとか、はい、うん、人間って弱くなるじゃないですか、うん、ですからそういう意味ではチャンピオンは心も試されるわけですよね。そういうことですよね、さあ第2ラウンドです。お、今度は加藤コーナーがリングのセンターを取っていきます。プレッシャーをかけていく、この腰の動きのフェイントもあります。もう前手を使って拳を動かしていく、左のミドル、まあ、このミドルキック山際得意です。ただ石川さん、今回ですねパンチで倒したいなんていうね山際コメントもあったんですよね。そうですね、はい、ボクシング技術、パンチ技術の、ね、右交代した、ま、倒れなかった、もう一発あった加藤コーナー、2回ともロックに救われましたね。そうですね、はい、加藤コーナーが一発二発右のストレートを打ち込んでいきました。大蔵選手、ダメージいかがでしょうか。そうですね、今のローキックがカーフキックがあるから今のストレートも入りましたよね。どうしてもそっちに気持ちがいってしまう。そうですね、集中力が、意識がいってしまうと、うん、やっぱり他がこう空いてきてしまうんで、そこを山際選手こうまず散らすところをしっかりガードしたいですね、うん。そして山際の、あ、ちょっと待ってください、ここもワンツーから左の、はい、山際崩されてますね。そうですね、はい、左の脇腹もすでに色が変わってきています。これ第1ラウンドのミドルキック、あ、山際もローを蹴り始めました。蹴ってはいるんですけど山際選手、山際選手の距離じゃないですよね、加藤選手の距離で蹴ってるので、加藤選手からするとやっぱり何も崩れない、ダメージにならないですよね、はい、これです。大蔵選手、今のですね、そうですね、うまいですね、あれ普通のローとはですから違うわけですよね。そうですね、はい、はい、こう膝の裏あたりですかね、なんかこう蹴ってるように感じますね。ちょっと山際これ踏ん張り効かなくなると得意の蹴りも出しづらい、当然石川さん、パンチも踏ん張れなくなりますよね。その通りなんですよね、はい、パンチは下半身、特に前足ですね、前足にしっかりジュッとグッと重心を乗っけることによって、はい、土台ができることによって強くなりますからね、ここは何かチャレンジャーが試合を動かしていきます。自分のペースで右のボディ、いや、ちょっと山川さん、はい、流れがチャレンジャーに行っているかなというね。そうですよね、加藤選手の事前のインタビュー見たんですけど、はい、もう自分の研究と山際選手の研究して、山際選手が嫌がることをとことん練習したっておっしゃってたんで、なんかそこが出てきてるのかなっていう感じしますよね。まさに石川さん、それがカーフキック。そうですね、はい、嫌がること、やっぱり自分の距離と山際選手の距離は違うんだっていうことを加藤選手はそこからスタートしたのかもしれないですね。対策を立てるのがやっぱり身長リーチ、加藤選手のは有利ですから、はい、そこを生かす戦い方を徹底して、そして嫌がることをやってるっていう試合展開はまさにその通りですよね。そうですね、はい、加藤が180センチ、山際174センチです。プレッシャーをかけていくのは加藤コーナー、ここで第2ラウンド終了です。大蔵選手、これチャレンジャーペースと見ていいですか。そうですね、来てますね、コーナー選手のこうしたいように試合展開できているという印象ですね。こうなると、ではチャンピオンですから伺いましょう、山際の今のメンタル面とこの3ラウンド目、何をすべきか、何をすればいいか。難しいところですね、本当に。もうそれぐらいちょっとこのままだとどうしようもないという感じでしょうか。前足の踏ん張りが効かないのかなというところで、すごくもう前足にもう意識がいっちゃってるんですよね、山際選手、はい、なんでそこをこう自分のこう持ち味である何かで崩していきたいですね。その相手がこう自分が嫌られて嫌なことををさせないというか、させない、はい、そういうか動き方していきたいですね。
石川さん、もう山際の左のふくらはぎが変色してましたね、今ね。そうですね、はい、はい、さあ、ウェルター級のタイトルマッチファイナルラウンドです。チャレンジャーが表情見えている加藤、この青いグローブ、そしてチャンピオンが赤いグローブ、山際初防衛戦です。あー、もうちょっと足が効かないか。そして今度は左のインローも蹴っていくのが加藤コーナー、パンチの打ち合い、ここは冷静、体を密着させていく。いやー、山川さん、ただこれでも勝負分かりませんからね、最後までね。そうですよね、一発ね、ガチッと山際選手がいったらもう一気に変わりますからね。これ逆に石川さん、加藤はおそらく手応えあるでしょうから、はい、そうですね、はい、あの加藤選手は昨日 の前日記者会見でもしきりにですね、いや絶対僕にあの何もできないですよっていうのを強調してたんですよね、それだけやはり自分の、研究、加藤山際選手の研究、嫌がることで、あと当たる自分の声が当たることを何回も研究して反復しているからこそだっただと思うんですけども、それが今このリングの上であらわになってますよね。そうですね、まあ、どの局面でも勝てる、はい、そういったコメントもありました。いや、ただまさに有言実行、ここまではそういう戦いに見えます。逆に追い込まれてきているかチャンピオン、初防衛戦、まあ、山際選手としてはそれね、はい、あのパンチで倒しに行くしかない、うん、流れですね。そうですね、だけどそれでパンチを強く打つだけの足がちょっとね殺されてしまってる、はい、この表情です。もちろん加藤選手もパンチの技術ありますからね、はい、今も入ってくるところ左のジャブがありました。あ、今度は奥足インローを蹴っていくのが加藤コーナー。いや、本当に大蔵選手嫌がることとくとんやりますね、はい、そうですね、でもまだ1分ありますからね、はい、あ、ホールディングによる注意です。ホールディングの注意が加藤、チャレンジャー加藤に与えられています。さあ、タイトルマッチは残り1分ちょっと、これはチャンピオンに残された時間と申し上げましょう。そうです ねまさに、あー、こかされた。こういうのも石川さん、ちょっと屈辱的ですもんね。そうなんですよね、はい、2段蹴りからパンチ、左のミドルつなげていく、コーナーに追いやった、さあ下振りのパンチの右、加藤がパンチでダウンを奪いました。立てるかチャンピオン、終わりか、どうだ、立ち上がってきた。残り40秒を切っている。さあ、チャレンジャーが一つダウンを奪った。山川さん、はい、チャレンジャーがここで一つダウンを奪いましたね。これもう加藤選手はこのペースでいってしまいますかね、山際選手もね、最後何差があるか。残り20秒、立ち上がるのも苦しいか。山際、加藤コーナー悲願のチャンピオンへ膝がある。さあ、残り10秒です。ウェルター級のタイトルマッチファイナルラウンド、ダウンを一つ奪ったチャレンジャー、奪われたチャンピオン、時間がない、このまま決着か、ここでゴングです。あー、今、まあ、もちろん勝負はこの後判定の結果、大きくまでは分かりませんけども、兄レオナ・ペタスと熱い抱擁を交わしたのがチャレンジャー加藤コーナーです。まあ、石川さん、もともとは明日ケーズフェスタ、はい、レオナ・ペタスはタケルとの、ね、K-1 でのタイトルマッチが決まっていたんですが、ね、まあ、新型コロナウイルス緊急事態宣言が発令されたということで、はい、大会は延期になりました、はい、まあ、加藤ですから今日取ってお兄ちゃんにバトンを、そんな思いもありました、ね、そういうストーリーがありましたから ね、はい、さあ、タイトルマッチ判定の結果、この後場内にアナウンスがあります。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永30対26、青加藤。ジャッジ西村30対26、青加藤。ジャッジ岡田30対27、青加藤。以上、判定3対0をもちまして勝者青コーナー、加藤コーナー。涙の新チャンピオン誕生です。加藤コーナーが山際和樹を下して
第8代クラッシュウェルター級チャンピオンに輝いています。第8代クラッシュウェルター級王者となりました。山際は初防衛戦で王座陥落。それまで笑顔だった加藤コーナーがもう溢れるものを抑えることはできません。山川さん、はい、この姿ご覧になっていかがですか。お母様が昨年ね亡くなられてっていうことありましたけど、いった天国でね喜んでるでしょうね。で今度はそのベルトの姿をお父さんに見せたいんだ、うん、そんなコメントもありました。有言実行ですね。そうですね、大蔵選手から伺いましょう、はい、改めてこのタイトルマッチ振り返っていかがでしたか。そうですね、本当に研究してきたんだなっていうものもありますし、それを実行できたコーナー選手の強さっていうものがすごい光った試合だったなというところで、まあ、またこのチャンピオンになったということでさらに1ステップ2ステップ上がっていくかなと思いますね。テクニック的な部分でいうとどんなところが勝因ポイントに挙げられるでしょうか。今日はカフキックというものですごく目立ったんですけど、それ以外にも加藤選手のこうパンチのリーチだったりとかこう散らし方だったりとかすごく良かったですよね、はい、まあ、本当に総合的にレベルが上がっていた姿が見られましたよ ね、 そ、 ね、はい、まあ、その腰に今クラッシュウェルター級のベルトが巻かれました。クラッシュ史上初の兄弟揃っての現役、ね、そうなんです、これで同時期体感というのは史上初ということで、はい、現在お兄さんのレオナ・ペタスがスーパーフェザー級のチャンピオン、そしてこの弟の加藤コーナがウェルター級のチャンピオンということになりました。すごいことですよね、うん、本当に、はい、それでは涙が止まりません。第8代クラッシュウェルター級王者となりました。おそらくいろんな思いが溢れているはずです。コメント聞きましょう。ジーラートークチームトップゼロの加藤コーナーです。もう本当に何だろうな、試合前から去年の12月に俺末に兄ちゃんとスパーリングしてて、その時に肩が脱臼したりめちゃめちゃ不安な日々が続いてて、それでも俺ならできるってずっと自分に聞かせてここまでやってきて本当に良かったです。で、まあ、ずっと空手の時から支えてくれてさ、今リングサイドにいるお父さんとかもう亡くなっちゃったんですけど、お母さんにベルトの姿見せられたのはめちゃめちゃ嬉しいです。で、兄弟と同時にチャンピオンというのは初めてなんですけど、これからK1 の方もチャンピオンを目指して兄弟で頑張っていくんで、これからも応援よろしくお願いします。で、なんだろうな、ここまで本当にやってこれたのもたくさん応援してくれてる人がいたり、友達だったり家族だったりいろんな人がいて、本当にやっててよかったなってずっと思いました。で、前回変な勝ち方したんですけど、もう一回タイトルマッチで松岡選手とやりたいです。もう今日はしっかりもうチャンピオンの余韻に浸って、明日からは女の子のために頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションに移ります。最後はようやく笑顔も見られました。いや、改めて石川さん、はい、松岡を逆指名しましたね。しましたね。やっぱりお互いに思い入れがある男同士っていうことでしょうね。うん、はい、選手はこういうふうに、ね、自分でドラマストーリーを作っていくのは大切なことなので、はい、僕は、はい、楽しみですね。それも含めて。そうですね、はい、メインイベントは王座チャンピオンが移動しました、変わりました、新チャンピオン誕生ということになりました。ということで今大会ゲストにお越しいただきました山川恵里香さん、はい、いかがでしたか。
面白いですね。なんか格闘技ってやっぱりいろんなドラマがあって、うん、それをこう私たちにねパワーに変えて伝えてくれるっていう、もう今日改めて感じましたね。そうですね、うん、本当に涙あり、はい、そして最後は笑顔ありでね、うん、そして戦う男たちの姿いかがでしたか。改めてかっこいいですね。楽しんでいただきましたか。すごい楽しかったです。また生で見に来たいなってすごく思いました。はい、はい、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてゲスト解説は佐々木大蔵選手、はい、いかがでしたか。そうですね、解説席で試合見るの初めてなんですけど、すごくこうまた違う角度から今日視聴させていただいて、ゲストさせていただいて、はい、また一つ自分としてもこう勉強になりました。本当にありがとうございました。ぜひ今年の抱負一言ください。そうですね、今年は、まあ、K1 のベルト、スーパーライト級では僕の同門の先輩である山崎秀明さんが巻いてるんですが、本当にヒデさんに恐れられる存在になれるように、僕はどんどん一つ一歩で階段を上がっていきたいと思います。わかりました、はい、期待しています。石川さん、はい、最後一言。はい、こんな中でもですね、緊急事態宣言中でも素晴らしい試合を見せてくれた全選手ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。クラッシュ121、お三方ありがとうございました。この辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。